先にこれから番組収録に行われるわけなんですけれども、それぞれ楽しみにしていることとか意気込みみたいなものがあればお聞かせいただければと思います。はい、まず突然の火災報知器が鳴るという我々がそのリーダー愛がこうちょっと燃えすぎてその魂に反応したのか、前園さんのお顔があまりにも黒くて燃えてる火事だっていう反応したのかなんですけど、とにかく今年もクラシコ特番からやらせて携わっていただくんですけども、今非常にバルセロナが調子がいいと、それを追随する2チームのうち1つが、レアル・マドリードで、伝統の一戦クラシコがまた行われるわけですけど、このままレアルが終わると思ってませんし、でまた選手のモチベーション、今回クリスティアーノ・ロナウド選手がまた得点を重ねていない現在ゴール数1位でも MSN が128節を終えた時点でゴール数を上げ、そこに BBC がどう立ち向かうのかというところの、非常に熱い戦いを期待してますし、あとは監督対決ですね、エンリケ、そしてジダンの監督対決というのも今回は見ものかなと思っております。はい、前園さんとはこう普段お会いするのは、サッカー場が多いんですよ、現役に対してから。でもなんかサッカーの話をじっくりとあんまりしたことがないので、そういった意味では今日はサッカーの話ができるのかなというのを楽しみにしています。はい、リーガーは、ね、僕大好きで昔から、今も見てますから、そういう話も含めてですけど、今は常が言ってある、ちょっと世代違いますけれども、またこうじっくり話す機会もなかったので、そういう意味では非常に僕も楽しみにこのイベントをしています。番組の意気込みかな。本当に言うと竹田さんの意見を聞きたいところがあるんですけど、大沢さんに言う。番組大丈夫です、はい竹田さんは今回の収録には出られないので、よろしいですか。次ご質問あったか、クラシコで今先ほど出た本番の BBC で、もちろんバルセロナには MSN というトリオがいらっしゃる、いると思うんですけど、少し皆さんの中でこれは最強のスリートップだみたいなのが、彼ら6人以外で挙げるとすればどんな3人が挙がるのかなっていうのは、これ本当にサッカー好き居酒屋に集まるとボトル1本開くぐらい話す話なんですよ。いや、現時点のリーガーですか。はい、リーガーじゃなくても構わないです。世界とか歴代のとかですか。はい、本当にそうですね、日本人も一人挙げるとしたらやっぱりいまだに現役でやっぱカズさんというのはまず一つリスペクトしていますけど、現時点でその最強とかいう話になりますと、やっぱりなんならですけど、この6人でもいいのかなと。他いろいろ挙げたらキリがないと思うんですけども、このリーグにはその世界を代表する、トップが6人いるということがやっぱりもう奇跡だと思いますし、その時代に生まれたことが幸せかなと。結構お気に入った話になりましたかなと思いますけどね。ロナウドでしょ、アンリでしょ、はい、カズさんですか。カズさんもちろんねいやでもほんまに難しいですね、3人ってなると3人目が出てこないですね。でもロナウドってのはブラジルのロナウド、はい、ブラジルロナウドはやっぱりアンリ、同世代ですからね。そういった意味では、彼らの強烈なのは、本当17歳ぐらいのロナウドを見てね、すごかったのを覚えてますから。全然違うんですか。全然違いましたね。はい、早くて。そうですね、難しいですけどね。僕もロナウドは入りますかね。ロナウド、ロマリオ。個人的なあれですけど、
あとやっぱ釜本さんじゃないですか。絶対的に権力で弱いですよね。わかりました。ありがとうございます。ジダンさんとこんなに注目集まると思うんですけども、まあ、彼選手時代とか当然プラスとかレーシング時代とか、まあ、それ以外にもジダン監督以外にも名勝負あったと思うので思い出に残っているクラシックをいただきたいなと思います。いや、だいたいそのホーム有利だとかあや不利だとかありますけども、サッカーはこのクラシコに関してはそういうなんかセオリーとかそういうのが一切度外して、まあ、その時本当に強いチームが勝つなと思ってるんですけど、2000年代だとまさかの例えばバルサが大量得点だとかレアルが大量失点だとかそんな4対1、5対1があるかねっていう試合があったと思うんですけど、まあ、そういったのは非常に印象に残ってますし、まあ、先ほど歴代という話もありましたけども、その中で鮮烈なデビューをした選手がたくさんいると思うんです。その一人がまあロナウドもそうですし、まあ、ロナウジーのメッシっていうね、サンティアゴ・ベルナベウが敵最も憎むべき相手のエースにスタンディングオベーションしたっていう、そういう試合も印象的に残ってますしね、またなんか今回もあるんじゃないかなと思っています。宮本さん、6人でしたかね、サンティアゴ・ベルナベウの、はい、あの試合です。その理由は、まあ、完封なきまでにもこう叩きのめした姿と、まあ、先ほどヒデさんがおっしゃったような相手チームに対するスタンディングオベーションとか、やっぱり強烈な印象は残ってます。